ちゃっ、こんにちは。さあ、豊さん、はい、ここまでキャンプ分かって、うん、中でもドライチと呼ばれる選手たち、はいはい、まあ、活躍している選手もいれば、まあ、2軍の方でもちろん調整している選手もいるんですけれども、はいはい、今日はですね、まあ、中でもセ・リーグのドライチの選手たちのここまでの評価を豊さんにしていただきたいな。そうだね、はい、誰から、まあ、これは巨人の、うん、で覗かれちゃうんですよ。そうなんですよ、巨人の、はい、まあ、浅野選手。浅野ね、はい、まあでも体強いよな、彼は。ピンポンのバネの、そうだね、まあ、それがまず一番だなと思うよね、うん、怪我がちな選手よりも、やっぱり丈夫な方がいいもんね、どっしりしてる。で、丈夫だっていうことは、練習がこなせるっていうことだからさ、はい、それとやっぱり、あのヘッドスピードだとか、いろんなことを感じ取ると、はい、将来的には絶対出てくる選手だなっていうのは、うん、すごく分かるよね、うんうん、だからまあ、変な道に行かないようにね。変な道、うん、変な道に行かないように、遊びを覚えないとか、うん、そうですね、とにかく今は野球を一生懸命やる、うん、ね、レギュラー取って、ね、もう中途半端な遊びはやめろと、うん、でもお金をもらうようになって遊べと、気持ちよく、ね、うん、はい、一流の遊びをしなさいと、うん、いうような感じに見える。お、まあ、遊ぶことを推奨してるわけじゃないけどさ、はい、ドラフト1位だけに、うん、まあ、非凡なものはあるよね。そうですよね、これはあのキャンプ後半にっていった時に、はい、浅野選手どういったことに取り組んでいけばいいですか。まずはある程度こう、まあ、これはお願いなんだけど、うん、なんかちょっと経験をさせてやりたいなっていう、例えば対外試合であったりだとかさ、はい、まあ、オープン戦であったりだとか、うん、人の振り見て我が振り直せって、はい、やっぱ他人からこう影響を受けて学ぶことっていうのはたくさんあると思うんだよ、はい、で、自分のチームの中で見てるだけじゃ、やっぱ今2軍にいるし、はい、ダメなんだよね。だからやっぱり外の選手のいいところをこう目の当たりにするということが、やっぱ彼は吸収力があると思うんだよね、うん、だからそれが一番かなっていうふうに思うし、まあ、頑張ってほしいなと思う。そうですね、よりじゃあその他チームとの対外試合で経験だったりとか積んでいって吸収していってほしいっていう、うん、そうだね、その方が俺はなんか彼は成長が早いと思うんだよね、うん。さあ続いてどのチーム行きましょう。まあ、阪神、阪神、森下選手ですね、はい、森下ね、はい、まあ、怪我からね、まあ、治ってやっとみんなと合流できるというような状態の中で、はい、まあ、フリーバッティングちょっと見たけども、うん、振る力はたくさんあるね。そうですね、振る力はあるし、うん、ホームランバッターになれるのかなれないのかといったら、やっぱり中距離ヒッターというかね、あ、まあ、そんな感じなんだけども、甲子園ということを考えるとさ、はい、やっぱなかなかね難しいですね、まあ、風の影響もあるし、やっぱ湿気の問題とかいろんな問題があって、はい、そんなにポンポンは出ないと思うんだよね、うん、だから自分の形というものを早く決めるというか、はい、でもやっぱあれだけ振れるっていうのは魅力的だし、うん、あれがコンパクトになってヘッドスピードがもっと上がれば、はい、もっと飛ぶような気がするけどね。牧が先輩になるけど、はい、ものすごいシンプルじゃん、構えてて、はい、バットが最短距離を走って出てきて打つというかね、だからそういうことをこう参考にすると、もっと確率的に打てるようになる選手だというふうには思う。うん、阪神っていうとね、やっぱりこのレギュラー陣がこう固まりつつある中で、まあ そうだね、そこでやっぱ取っていかなきゃいけないっていう。そうだね、うん、だから頑張らないとね。そうですよね、まあ、だから、まあ、最初に怪我したけども、うん、怪我ってすごく遅れを取るしね。そうですね、いい経験にしてほしいよね。そうですね、はいはい、さあヤクルト、はい、吉村選手、あ、まとまってんなやっぱりな、はい、社会人東芝だっけ、はい、まあ、東芝のピッチャーってとにかく地獄の走りみたいなのがあるんだよね。下半身がものすごくいいんですか。いいんだよ、やっぱ安定するというか、はい、で練習量も豊富だし、うん、これ昔の話だけど、はい、今どうなってるか分かんないけどね、はい、今どうなってるか分かんないけど、うん、まあ、とにかくやっぱまとまってるわ、やっぱ社会人から来てるだけあるんで、でボールも強いしね、うん、だからまあそれなりの組み立てをすれば、まあ、戦力には十分なる。あのヤクルトのあのね、強固なピッチャー陣の中でさらにプラスアルファ、まあ、ただその後ろはね非常にいっぱいいるけども、はい、先発ということを考えると、うん、チャンスあるからね。 ありますね、あるある、うん、だから吉村なんかすごくチャンスをもらえるかなっていう、うん、まあ、思うよ。じゃあここから後半になっていくと、吉村投手どういうことをしていけばいいですか。まあ、実戦でプロのバッターっていうのはどういうことなのかっていうのを肌で感じること、はい、だからそのやっぱプロって駆け引きしてくるからさ、うん、ね、でアマチュアってこう初体験で初対戦でね、
なら笑ったの。今初体験って言ったから初体験じゃない。そうですね。そうでしょ。間違ってはないですね。間違ってはないけど修正したわけじゃない。そうですね。それなんか汲み取ってよ。プーじゃないよ。流そうかなと思ったんですけど修正したんで。そう。初対戦。そう初対戦で、うん、やっぱこう駆け引きできるほどの余裕がないから。まだ。でもプロって何回も当たるとしたら、はい、やっぱ駆け引きしてくるからさ。そこら辺の駆け引きを勉強してほしいなっていう。あ、もうだから吉村としてより実践的な、ね、まあある程度もう出来上がってるからさ。そうですよね、うん、あとはやっぱこうプロの水に合うか合わないか、うん、乗っていけるか乗っていけないか、はい、まあここら辺は大きいからね。確かに、うん、だからまあそこら辺の実力は持ってるよ。吉村投手、はいはい、さあ DeNA 松尾選手、松尾ね、はい、松尾ドラフト1位で、まあ、峰井がソフトバンク行って、はい、キャッチャーの座が1個空いてるという、はい、席が空いてるという、うん、まあ、そういうところでやっぱ期待もされてるんだろうけども、まだやっぱ子供だな。それどういうふうな面で、あのね、所作、まあ、いろんなこう動きっていうのがある、まあ、頭脳は大人なのかもわからないけども、やっぱこうね、この前盗塁ヤクルトに仕掛けられた時に、キャッチングして投げようとしたんだよ、はい、だから気づいてないのか、それとも今キャッチングって言われてるからキャッチングを意識したのかわからないけども、そういうのってやっぱもう取ってからすぐ投げなきゃいけないことじゃない。そうです、もう取る前からあ、うん、こうなりますよね、うん、だから、まあ、そこら辺はやっぱこれからこう学んでいくことだと思うけども、はい、完成度としたら俺が思っているよりもちょっと低かったの、素材はものすごく感じるんだけども、はい、キャッチャーって扇の要って言われてて、所作っていうのもすごく大事なポジションなんだよね、はい、だからこれからなんだよね、うん、だからそこら辺もやっぱ相川コーチに教えてもらうといいよ。あ、そうですね、うん、いいキャッチャーの OB がいるので。そうだね、うん、だから、まあ、そこら辺はやっぱこう俺古田を見た時の印象が強いからさ、そうどうしてもルーキーの時にシートノックの時に、はい、え、こいつ誰だと思ったんだ、はい、全く名前も出てこなくて知らなかったから、うん、あれ誰だって聞いたら古田だって。いや、取ってからのリズムもいいし、まあ確かに古田は大学出て社会人もトヨタというね名門出てるから、まあそういうことになったと思うんだけど、松尾にもね、あのぐらいの雰囲気を醸し出してほしいなっていうふうに期待してる。そうですね、期待値がやっぱ高いだけに、高かっただけに、あれちょっとまだ出来上がってないのかなっていうのが、まあ最初の印象だったけどね、まあ素材はやっぱり一流だろ、いいものはある、あるんです。ただ所作という意味では、あ、まだ子供だなって、まあこれはしょうがない、年齢が作り上げていくことだから、これはしょうがないにしても、俺はそこまで期待してたから、あら、そうだったんですね。ああ、そう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 、期待値が高い分、期待値高すぎだよね、だからそういう意味では、うん、そうですね。ああ、ただこう試合を見てて、ああそう感じたから、はい、まだまだ勉強するところはあるなっていうようなね、うん、ただやっぱこう小園と組んだ時に、小園がストライクが入らなくなった、まっすぐが入らなくなった、一球カーブを投げることによってためができるんじゃないかと思ってカーブとストライクを取れた、うん、そこから小園が変わったという、だからまあそこら辺の知識というか、はい、そういうものは持ってるんだよね、うん、あとは松川がさ、いいか悪いかわからないけど、はい、まあ風貌もあると思うけどね、どっしりしてるじゃない。本当ルーキーっぽくなかったですからね。そうだよね、だからまあその松尾もあのぐらいふてぶてしくていいから、うん、はい、なんかちっちゃくなんだよ。あ、一つ言われるとそこってなっちゃう、まあ、そうお前キャッチングはどうのこうのとか言われるんだな、うん、やっぱこう動かしすぎるとか、うん、だからペッと止めるようなビタ止めみたいな感じで今多分練習してると思うんだけど、はい、それが意識に入っちゃって盗塁してるのにペッとあれみたいな、そんな感じになっちゃうから、はい、まあ、意識することは大切だけども、うん、練習は練習として積み重ねていくことで、はい、試合に入ったらもう自分でパフォーマンス出していかないとキャッチャーって。そうですよね、で自分で試合を支配していかないといけないポジションだから、うん、はい、学ぶことは多くても、まあ、頑張ってほしいなと。そうですね、まあ、でも素材は間違いなかったな、ピカイチ、うん、俺が思ってるのともうピタッとあった、それは良かったですね。そう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 、それは良かった、ね、さあ、はい、カープの斉藤選手です。まあまあ時間かかるよね、うん、まあ初めから広島は時間をかけて育てるっていうような形で取ってるから、はい、まあもちろん2軍スタートだし、うん、焦らないようにやらしてるという。そうですね、だから情報も何もないです、うん、
ね、あのゆっくりと育てようということなんで。そうそう、いや、まあ、だからゆっくりゆっくりって言うけどさ、うん、2年目の後半ぐらいにはやっぱ出てくるぐらいじゃないと、はい、3年目でいいやとか4年目でいいやって言ったらのんびりしすぎだからね。来年の後半あたりには後半あたり分ぐらいから投げるぐらいのピッチャーに育たないと素質はそんなにないっていうこと。そうですよね、うん、高橋宏斗はやっぱり2年目から出てきたように、うん、やっぱああいうピッチャー出てくるんだよ、うん、だから広島の斉藤君もそれを目指してね、はい、1年間びっしりやった方がいいよ練習を。そうですね、うん、投げるのはもう二の次で、うん、もう体幹とか走り込みだとか、まあ、走り込みはいらないかもわかんないけど下半身強化だとか、まあ、そういうことを重ねて、はい、まあ、来年から球を投げ出して、うん、オールスター明けぐらいから投げ出すという、ね、はい、まあ、そのぐらいの計画でいいと。そうですね、いや、ゆっくりゆっくりって言ったらさ、3、4年もゆっくりしてるやつはいるんだよそれ本当にゆっくりしすぎですね。ゆっくりでお前もう素質がないからみたいな、うん、そんな感じに捉えちゃうからね、はい、だから1年半一日一日大事にっていう。ああ、大事大事、うん、だから遊んでる暇ないんだよ。そうですね、本当にそうですよね、うん、さあそして最後中日の永地選手。永地ね、はい、やっぱ映像で流れて、うん、立浪監督が、まあ、ルーキーだから優しく接してるのかもわからないけども、はい、あの子を見る目が優しいんだよね、うん、立浪は。なぜですか。いや、だから手応え感じてんじゃないの。あ、そういう、やっぱドラフトかけた時にはさ、はい、え、大丈夫って、うん、あんまり知らなかったけど、はい、うちうちでは知ってた選手なんだよね。スライダーがいいとか、はい、真っ直ぐは力あるよとか、うん、立浪監督が初めてドラフト1位というふうに指名したみたいなね、はい、そんな感じなんだけども、でもそのピッチャーを見る目が優しいというかさ、うん、これはある程度手応えを感じてるからなんだと思うんだよね。例えば人って失敗したと思ったらさ、あーと思ってこうね、うん、笑顔も出ないよ多分。でも立浪監督の笑顔を見て俺は安心したんだけどね。あ、よしよしっていう、ある程度見て間違いなかったという手応えを感じてると思う。でやっぱスライダーがいいらしいの。お、うん、ただ心配は沖縄を出たことがないという。あ、沖縄出たことがない、出たこと、これまで。まあなんか遠征とかではあるかもわからないけども、住むという意味で。だから環境がやっぱ沖縄とは違うじゃない。あ、もちろんそうですよね。沖縄ってのんびりしてるけど、うん、なんかせこせこしてるというかさ、時間に追われてるというかさ、都会はね、はい、だからそういう環境が合うのかどうかとかさ、まあいろんなことがあるから、はい、まあ、心配事はあるんだろうけども、うん、まあ、だけどいい素材らしいよ、うん、でもあの沖縄出身のピッチャーって最近すごいいいピッチャー多いですもん ね、 ね、まあ、宮城投手もそうですし、ね、はいはい、平投手とかなので、ね、中日も中地投手育っていってほしいですね。まあそうだね、うん、で、まあ、沖縄の星ですねっていうインタビューに、うん、いや星じゃないですよとか言ってた。ゆっくりしてるの。いや星じゃなくて沖縄の大学からもドラフトされるような選手がどんどん出てくるように、そういうモチベーションになれるように頑張ります、うん、まあのんびりしてるんで。いやだから、まあでも俺は立浪監督の顔を見てホッとしたな。あ、何か手応えを監督が感じてる選手なんだなっていう、うん、だからまあこれからね、はい、まあ、実戦に入っていくけども、うん、いい結果でね一軍に残れるように。そうですね、で、はたまたそのローテーションに入れるように、うん、まあ、ちょっと見たいピッチャーが一人ではあるし。そうですね、頑張ってほしいよね、まあ、今日はセ・リーグ の、はい、あのドラ1の選手たちをちょっとピックアップしましたけれども、はい、まあ、キャンプ後半に入ってもちろん2軍でね、あの調整する選手もいますけれども、1軍と2軍の境にいる選手であればやっぱり1軍のキャンプに入って、まあそうだね、頑張って何か爪痕残してほしいですね。いや本当だな、うん、まあ、だから高校から入ろうが大学から入ろうがプロ1年目のことはみんな一緒なんだよ、うん、でプロで飯を送っていくっていうのも変わらないんだよ、はい、だ1年目だからまあちょっとゆっくりしようとか、うん、まあ、広島の選手は別としてね、はい、チャンスをもらってる人たちは食いついてでも一軍がいいぞ、うん、はい、いいですよね、絶対いいよ、うん、ね、だからまあその座を勝ち取れるように、はい、まあ、頑張ってほしいよな、はい、はい。